設計事務所が小さな書店を開きました。個人的にも2000冊の蔵書を持つ本好きの設計士をご紹介します。グッドラックストーリー。盛岡市の設計事務所カタライズデザインを営む山下圭司さんは、今年書市水森をオープンさせました。まあ、設計事務所として PR するだけじゃなくて、違う入り口というか、どういうやり方があるかなっていろいろ探してた時に、東京の方でよそのお店に本棚だけ置かせてもらって売るっていう本屋のあり方を始めてた人がいまして、ちょうどその時の探してたものに合致したの でやり方を教えてもらって、場所を借りてるんで曲がり本屋っていうふうに、まあ、名乗って3つかな、まあ、それがあったので、ここでやる時も実店舗の本屋でいいな、本店みたいにすればいいなっていうことで、はい。店には山下さんが厳選した幅広いジャンルの本1000冊ほどが並んでいます。本当に好きだと思ったもんで選んでるので、テーマ付けてとか、例えば建築やってるんだから建築の本ということではなくて、いろんな方にいろんな発見を持ってほしいなと思ったので、いろんなものがあった方がいいなと思ってまして、自分の興味の赴くままに集めてたら、自分で思ってた以上にマニアックになりました。山下さんは主に本の仕入れ担当、良き理解者である奥様の美晴さんも店に立ち、夫婦で切り盛りしています。私自身は普通に本は好きだけど、いっぱい読み漁ってきましたみたいな感じではなかったので、本のこととか聞かれた時に大丈夫かなってちょっという不安もあったんですけど、なんか始まってみたらお客様が逆に教えてくれることも多いし、なんかお客様と一緒に楽しむこともできるし、自分自身もすごく日々発見をしているような感じで、すごく楽しいです。毎月書市水森の知りたい世界、読書会、絵本セラピーなどのイベントを開き、本の魅力を発信しています。まずはここに来た時に、あ、こんな本あったんだとか、これは好きだなとか、そういう発見につながってくれれば、やっぱりそれが一番楽しいことだと思うの でそういう発見が先、楽しい場所と紐づいて設計事務所をこう認識してもらえればいいなと思ってるんで、いつ行ってもなんか違うことやってんなって思われたいなと思ってるので、それを続けていきたいなと思ってます。面白い発見の場を育てたい、書市水森には山下さんの夢が詰まっています。本で新たな発見を。グータラ。相手の気持ちを汲み取り、行動することで信頼関係を築き、成長につなげていきます。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。